know I said just.学生の皆様、ご覧いただきましてありがとうございます。お時間になりましたので、ジョブディスカバリーオンラインスプリング2023アカデミックセッションを始めさせていただきます。司会進行を務めます小笠原舞子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回のジョブディスカバリーオンラインスプリングアカデミックセッションは、研究成果を生かせる企業に就職したい、専攻分野の研究に学生生活を捧げてきた理系学生の皆さんから誰しも思うこと、そちらを狭まってしまう企業の選択肢をより増やしていきたい、そして学生の皆様の研究をより評価してくれる企業と出会ってほしい、そういった思いを込めて開催しております。外資就活 .com は理系学生の就活を全力でサポートいたします。こちら昨日から始まりました。本日2日目のアカデミックセッションは夕方午後6時から2枠の平日4日間、すべての企業で8社の企業様にご登壇いただいております。これから続々と始まるサマーインターンシップの前にですね、学生の皆さんが知りたがっていることを外資就活が代わりに各社の現場社員や人事担当の方に質問することをメインとするイベントとなっております。学生の皆さんが納得のいく就職活動を行っていただきますよう、有意義な内容をお届けできればと思っております。それでは早速セッションを始めてまいりたいと思います。今回のセッションは野村総合研究所様にお越しいただきました。それではお二人とも画面のオンをお願いいたします。お二方ご紹介させていただきます。コンサルティング人材開発室新卒採用担当の浜野智樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。そしてもう一方、コンサルティング人材開発室新卒採用担当の湯藤セリカさんです。よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。本日どうぞよろしくお願いします。はい、ではここからまずは会社説明を行っていただきたいと思います。それでは湯藤さん、スライドを展開しながら会社説明お願いいたします。はい、少々お待ちください。はい、こちらで映りましたかね。では、はい、はい、ありがとうございます。では、まずですね、企業説明と、もう少しですね、自己紹介の方もさせていただければと思います。では、まず浜野さんの方からお願いできますか。はい、じゃあ私の方から自己紹介させていただきたいなと思います。野村総合研究所の浜野と申します。私ですね、新卒入社から、今年で入社13年目になりまして、本年、2号卒の採用チームリーダーという形で活動しております。もともとは昨年度までですね、この左下になりますけれども、グローバル製造業コンサルティング部といったところでプリンシパルしておりまして、主には右側に記載させていただいたように、製造業、特に自動車や化学、エレクトロニクス、まあ、こういったお客様を対象にですね、事業戦略だったり、M&A のアドバイザリー、あるいは業務改革、まあ、こういった内容でですね、仕事をさせていただきました。加えてですね、6年目、7年目については、グローバルトレーニーという弊社の中の制度を活用しまして、タイとインドというこの2カ国にマネージャーとしてですね、現地の駐在経験、派遣されまして、現地の駐在を行っていたといったところもあります。本日はよろしくお願いします。で、加えてですね、右下に書いてある通り、今回、アカデミックといったところで、私自身もですね、大学時代、工学研究科で応用物理学専攻してですね、まあ、修士、卒、理系の修士卒ということになっていますので、まあ、そのあたりもですね、後半のお話の中で、まあ、どういったところが理系としての、自分の活動がですね、就職、あるいは、今の、仕事に生きているのかといったところも説明させていただきたいなと思います。本日はよろしくお願いします。では続いて私の方からも紹介させていただきます。改めまして NRI の湯藤と申します。私は入社6年目になりまして、今浜野と同じくですね、2号卒の採用担当を務めさせていただいています。で、これまでで言いますと、昨年度までは現場社員でいまして、2、3年目は幅広くさまざまな案件に関わりたいということでですね、まあ、インフラ系の部署で不動産ですとか、あるいは宇宙みたいなテーマですもについても幅広く経験してきた形になっています。
直近は社会人 4,5 年目のところについては、サステナ関連の部署で、まあ、環境脱炭素エネルギー周りの戦略だとか、まあ、実行支援系のプロジェクトに携わっていた、そんなものになっています。で、バックグラウンドで言いますと、私も引率になっていて、まあ、環境系 のところを研究していました。で、就職活動の時については、まあ、社会へのインパクトですとか、若手からのこの経験、あるいは最後はまあ社風だとか人ですね、まあ、そんなようなところも、ぜひ本日のお時間の中で皆さんにお伝えできればなと思っております。はい、改めましてどうぞよろしくお願いします。という2名でお送りできればと思うんですけれども、ちょっと我々からばかり紹介ばかりしていてもあれなので、ここからはですね、会社紹介というところを10分程度でお話しできればと思います。改めまして、我々の会社 NRI という会社ですけれども、経営コンサルと IT というところを武器に、まあ、企業、社会、産業の課題解決に取り組んでいる企業になります。で、IT の舞台は、まあ、いわゆるこうシステムを構築したり運用する舞台になっているんですけれども、まあ、本日は経営コンサルの舞台ですね。IT にとらわれず、ピュアにお客さんのこう問題解決に注力している、そんな舞台のこの説明になっております。ヨスキについてもどんどんもう見ていただくと分かる通りですね、年々こう伸びているような、そんなような会社になっております。で、我々の会社はこう大事にしているというところなんですけれども、こちらですね、まあ、お客様であるこう産業界のリーディングカンパニーですとか、まあ、中央省庁のお客さんになるんですけれども、そういった方々を変革に導くということを通じて、その先にある産業社会の変革をもたらすプロフェッショナルであり続けること、まあ、そんなようなことを大事にしている会社になっております。はい。で、ここからもう少しこう弊社の強みですとか特徴というところも紹介したいんですけれども、その前にですね、本日理系の皆さんが多いということでもありますので、少しキャリアの考え方について触れた上で会社の特徴について述べていきたいなというふうに思います。はい、はい、ちょっとこちらについては、キャリアの考え方をいくつか書かせていただいたんですけれども、まずですね、我々のこう会社でも考える枠組みとして、ウィル・キャン・マスト、やりたいことですとか、できること、やらなければいけないこと、仕事を選ぶ上では、ここがこう共通するっていうところがあると、よりこう皆さんがこうモチベーション高く仕事に取り組めるところがあるのかなというふうに考えております。で、皆さんがこうやりたいことですとか、今時点でこうできること、あるいはこう研究を通してこう培われるスキルや経験というところについては、この冒頭にも書いている通り、今時点での皆さんのこう状況である程度こう整理ができるものなのかなというふうに捉えています。ただ一方でですね、キャリアをデザインしていくという観点では、じゃあこれからの社会、こう社会変化っていうところを通じて、それがじゃあ求められる仕事なのか、スキルなのかっていうところもこう考えていく必要があるんじゃないかなというふうに捉えています。というのもですね、皆さんちょっとコロナも踏まえたので、時間あるかなと思うんですけれども、よりこう不確実性の高い世の中になってきてるかなというふうに考えています。例えばこの第4次産業革命のような、情報化社会というところも進んできていますし、チャット GPT ですとか、業務効率化のこうソリューションですとか、そういったところもこうどんどん出てきています。そういったところもありますし、社会課題も深刻化している、そんな世の中になってきていますので、じゃあ実際こう将来ある職業なのか、求められるスキルなのかというところも不確実でありますし、また20代から幅広い、そういったこう変化の多い社会であるからこそ、若いうちにですね、幅広いこう専門性ですとか経験、どんな社会になっても対応できる力っていうのがこう必要性が高まっているのかなというふうに我々としては考えております。はい、でことは理系っていうところについてもですね、皆様、研究開発職っていうところをこう見ながら考えているところはあるかなと思うんですけれども、加えてですね、経営ですとかビジネスの観点というところも、ぜひキャリア検討の中で視点踏み込んでいただきたいなというふうに考えております。実際我々 のお客さんとしてもですね、研究開発領域 のお客さんいるケースがあるんですけれども、例えばこう短期的な開発で中長期的な研究がこう難しいですとか、
あるいはこう実際にこう開発した商品をこ うまくビジネス化することが難しい、そんなようなこう相談に出会うケースっていうところもございますと。もう実際理系の皆さんなら感じられるところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一方でコンサルタントの視点については右側に少し細かいんですがいくつか書いてあるようにもう少しですねこう大冗談のところから、まあ、経営で中長期的なこう事業環境をどうしていくのか、まあ、企業としてですねじゃあこう必要となる研究開発ってどういった領域があるのか、また実際開発したこう事業って事業や商品をこう広げていくっていうところについても、実際お客さんのニーズに対応できているのかどうか、そういったところも考えながら、実際必要なところっていうのを考えていきます。なので、まあ、より広い目線で物事を捉えるっていうところが大きいのかなというふうに考えています。またもう少し具体的に踏み込んだのが、まあ、こちらのこうビジネスの価値創出のこうサイクルっていうところですね。実際研究開発領域で中心になるのは左上のこう仕組みをこう動かすものを作ったりですとか、あるいはそれを設計していく左下の部分、そういったところが中心になるのかなと思うんですけれども、じゃあ実際そんな仕組みがこう必要なのかっていうところを考えるにあたっては、右下のようなじゃあ会社としてのこう先ほど申したような大きな方針戦略みたいなところですとか、あるいはそこを考えるにあたっては、じゃあ実際今のこう企業のこう問題って何なのかみたいなところについての問題発見する右上の部分っていうところがこう重要になってくる。ビジネスにおいてはこういったサイクルも意識しながらですね、物事を進めていくっていうところが大事ですので、この右上の問題発見力っていうところが起点として、まあ、本社にとってこう大事な力なのかなというふうにも考えています。まあ、ビジネスによってはそういったところがこう重要じゃないかなというふうに我々としては考えております。というところが、まあ、ちょっとこう前出しになったところなんですけれども、じゃあ世の中も不確実だし、まあ、ビジネスのサイクルっていうところも、まあ、一つ重要なところっていうのはお伝えしたんですけれども、ではですね、まあ、皆さんのキャリアデザインの観についてこう大事な観点ですとか、あるいはこう弊社の特徴みたいなところを織り交ぜながらですね、4つの観点をこの後こう紹介したいなというふうに思います。まず一つ目がですね、業界テーマの幅広さというところになります。まあ、世の中がこう不確実なこう時代になるからこそ、まあ、どんなことが起こってもこう対応できる幅の広さですとか、あるいはこうその業界テーマのこう掛け算による課題解決だとか、こう価値の創出っていうところの重要性が高まるんじゃないかなというふうに考えております。そういったところでこう我々の会社コンサルタントは国内に約600名のそれぞれの専門性を持ったものがおりますので、例えば一つ自動車やこう化学の製品を作るにおいてもですね、例えばこう縦軸のところ新規事業を立案するですとか、あるいは官民連携が必要になってくるのであれば、こうシンクタンク領域との掛け算みたいなところも出てきていますし、そういったこう業界横断官民連携による価値創出っていうところに強みを持っておりますので、こういったところが一つ強みになるんじゃないかなというふうに考えております。はい、でじゃあ実際どんなテーマがあるのかというところで言いますと、こういったところですね、例えばスマートシティ、自動運転の中古ですとか、最先端の技術領域のテーマも多く扱っておりますし、あるいは今ですとこうアフターコロナ成長戦略みたいな、こう世の中においてこう重要な案件テーマをこう広く扱っているかなというふうに思っております。まあ、科学でもこう30年を見据えたこう全社長期ビジョンを見据えるですとか、あるいは民間だけではなくて官公庁案件についても重要な社会課題という言われるようなこうテーマに触れている、そんなような環境がございます。またですね、コンサルタント実際じゃあ戦略を示して終わりじゃないかというふうに言われることも誤解されることがあるんですけれども、我々の会社としてはその先の実行というところもこう関わっていきますし、なんならですね、お客さんと共にこうジョイントベンチャーを設立して、我々の会社からも経営人材を送りながら、まあ、直接イノベーションの実現にこう寄与していく、そんなような関わり方もしています。こういったような経験の幅広さがですね、ある会社だなというふうに、ちょっと認識してもらえると嬉しいなというふうには思っております。はい。2点目についてはですね、まあ、社会課題解決っていうところに携われる、そのような特徴があるかなというふうに捉えております。
今ですとこうもう本当にこう事業環境の変化が激しいっていうところがありますので、まあ、じゃあその都度その都度あのお客さんの悩みに対応する、まあ、対処療法的なものではなくて、特に一番右側にあるようなあの社会産業のあるべき姿をこう構想したり、あるいはこう社会課題を発見していくっていうところがあの重要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。そういったあのこの社会課題にアプローチしていくというところでありますと、まあ、官民ですとか業界の枠組みを超えた仕組み作りというところが重要になってきますし、あと前段のところで紹介しましたけれども、弊社の会社あの戦略を立てるだけではなくて、旅行支援だとかあるいは観光庁系のシンクタンク的なこう機能を持つからこそ、こういったこう社会課題にアプローチできる立ち位置にいる、そういったところが強みかなというふうに考えています。じゃあ実際どんなのあるのって言いますと、まあ、こういったところですね。あの、まあ、いわゆる社会課題解決に向けた枠組みっていうのをいくつもこう組成している実績がございます。また実際はこういったこう仕組み作りして終わりだけではなくて、実装のところまでアプローチする、そんなような関わり方もしていますので、あの絵を描いて終わりではないっていうところはあのぜひですね覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思っております。3点目の特徴がですね、圧倒的な個の成長っていうところになります。世の動きが早い世の中だからこそ、あの40代でプロになるのを待っていたらこう世の中が変わってしまう、そんなようなところが挙げられるかなというふうに思っております。弊社はですね、あの幅広い専門性ですとか経験を早い段階で身につけるっていうところが世の中的にも求められますし、あのそのために責任ある挑戦をさせるっていう風土がありますので、例えば1年目からあの担当パートを資料を作って終わりだけではなくて、実際お客さん経営層との議論ですとかプレゼンテーションも担当する、そういったところに1年目からあの1人のコンサルタントとして関わってもらいます。まあ、3年目あたりになるとこうリーダークラスになって全体のこうストーリーを設計するですとか、まあ、メンバーにタスクをこう設計して分担する、そのような関わり方も出てきますし、5年目近くになるとあの専門性、あの深い専門性を持ったコンサルタントになってきて、よりあの世の中へのこう発信活動にこうあの広げてきたりだとか、あのそういった経験を積みながら、あの業界テーマのオピニオンリーダー、右上のところですね、で自分の名前で勝負できる人材になってもらう、そんなような育成環境をあの重要視しています。またですね、あの日本の企業なのでちょっとグローバルに見られないっていうようなこともあるんですけれども、実際グローバル拠点もあの数多くございます。あの実際関わり方としてはグローバル案件にアサインするっていう形もありますし、先ほどの鎌野のような、まあ、トレーニーという形で海外オフィスに滞在しながら経験を積む、あるいは留学する、そういったような機会もいくつもございますので、こういったところにもあの希望すればあの関わっていく、経験することができる、そういったところも弊社のこう強みの一つかなというふうに考えております。最後4点目ですね、あの対外発信の機会も多くあるというところになります。まあ、世の中へのアプローチ方法は様々あるのかなと思っていてですね、プロジェクトベースの関わり方以外にも、こういったもう有識委員会で有識者として登壇するですとか、テレビ出演する、論文発表する、そういったところに社員一人一人が年上問わずにあの社会産業のあるべき姿を提言している。そんなようなところもこうあの特徴の一つで、実際私もですね、4年目の時に論文を書いてあの取材対応する、そんなような機会もございましたので、あの機会が他社さんに比べて多いんじゃないかなというふうにもあの考えております、はい、といったところが特徴 の4点あの以上になるんですけれども、最後はあの1枚ですね、今回理系の皆さんがあの多く見られているのかなというふうに考えておりますので、最後はあの理系とあのコンサルタントの親和性についてもお伝えさせてください。実際経営の話をしましたので、あのじゃあ理系でも大丈夫かなというふうに聞かれることもあるんですけれども、あの本当にこう理系の研究を通して身につけられる要素だとかスキルと親和性が高いかなというふうに考えております。
例えばですけれども、戦略を示すときにですね、右側にあるような、物事を論理的に考えるっていうところの力もありますし、あるいはこうそう考えた上で調査分析しながら、そこから言えることは何なのかっていうところ、実際の理系でも、理系の研究でも関わることあるかなと思うんですけれども、実際我々の仕事でも、そういったデータを分析して、何かこうお客さんにこう示唆を出す、そういった機会は数多くございます。また右下のところにもコミュニケーション能力ですとかやりきる責任感というところ、また計画力みたいなキーワードも挙げておりますけれども、理系の研究もですね、スケジュールを立てて限られた時間の中で成果を出す、そういったスケジューリングだとか関わり方っていう力が身についてくるかなと思いますので、コンサルタントの仕事についてもですね、限られた時間の中で成果を出す、そういった動き方をしますので、本当に親和性が高いんじゃないかなというふうに考えております。なのでですね、ちょっとぜひ興味を持っていただけると嬉しいなと思いますし、また後ほど質疑の中で深掘りだとか皆さんの理解を深めていただきたいなというふうに思っております。じゃあですね、企業説明パートは以上となりますので、はい、では小川さんにお戻しさせていただきます。はい、ありがとうございました。この会社説明の中でですね、本当にこうクライアントさんに対して価値を出すだけじゃなくって、もう本当にこう一人一人がこう社会課題、クライアントの先にある社会課題について、どういうふうにこう社会に対して価値貢献していくのかというところを考えながら、外部発信だったり、そういった機会に非常に恵まれているかなというふうに考えたんですけれども、そういった機会がたくさん転がっている NRI だからこそ転がっているかなと思うんですが、その理由ってどんなところにあるんでしょうか。じゃあこれはあれですかね、浜野さんにお伺いしましょうかね。はい、そうですね、弊社の特徴の一つかなっていうのはおっしゃっていただいた通りかなと思います。今湯藤の説明にもあった通り、若い頃から任せていく風土、1年目からコンサルタントとして活動していただくっていったところがまさにそうなんですけれども、自分のパートを持って実際にお客様との対話を重ねることで、実際にその業界であったり産業におけるこう課題感とかっていうのをしっかり肌に感じることによって、自分なりの考えがブラッシュアップされたりですね、あるいはそこから見えてくるこういった業界の提言というのをしておかなきゃいけないんじゃないかみたいな思いみたいなものを、やっぱり持つ機会っていうのが年次が若いところから多いかなと。で、我々ですね、日本初のシンクタンクっていったような、そういった地の利であったり歴史品があるように、さまざまなこうメディア媒体ともですね、ネットワークを持っているので、結果的にですね、そういった取材を受けるとか出版著作を書いていくみたいなところも割とこうやりやすい環境っていうのがネットワーク上もあるのかなと。そういった2つの観点で、弊社がですね、そういった対外発信といったものをしやすい関係になるのかななんていうふうに思ったりしますね。なるほど、ありがとうございます。ではですね、お二方とも今は採用担当というところなんですが、それぞれですね、お二方とも引率ですし、実際にこう現場でお仕事もされていたというところで、ちょっとそこら辺のところを詳しくお伺いしてまいりたいなというふうに思っております。まずはじゃあ浜野さんからお伺いしたいなと思うんですけども、大学時代のこう研究の内容ってどんなことを研究していたのか、でプラスなんかこう、はい、思い出みたいなところがあれば教えてください。そうですね、私専攻が応用物理で、結構皆さんからそのイメージがつきづらいと思うんですけど、もうその話を突き進めさせていただいて、研究テーマ何だったかっていうと、レーザーのような光を使ってですね、高分子の超微細加工をするといったような研究をしていてですね、より簡単に言うと、もう目では全然見えないぐらい小さいバネとかですね、その機械構造を作って物理特性を測ったりとかっていうことをやってたりしました。はい、当時はその何がこう面白くて、一番そのやりがいというか、ここがすごい面白かったんだよなというのを教えてください。はい、そうですね、結構やはりその研究、もしかすると見ていただいている皆さんもそうですけど、研究室での生活ってやっぱりこう世界でやられていないとか、世界ではまだ分かっていないことをやったりするんですよね。で、私自身もなんでそんなちっちゃいものを作ったのって話で言うと、やはりその小さいものを作るっていうことそもそも難しいっていうのと、ものをですねどん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 小さくしていくと、本当にただ小さくしただけで、その機械的な動きだったりとか物理特性って本当に同じなんだっけって言ったところに対して、
実はすんごい小さいものにしていくと、実は別の挙動を示したりみたいな、結構ですね、世の中に分かっまだ分かっていないっていうか、そんなこと誰もやったことないって言ったことが結構、私の研究の場合はあったんですよね。なので、割とそういった物理と、まあ、作れたって言ったことだったりとか、それを物理的に特性を測ってみたみたいなものが、まあ、かなりですね、面白いっていう、そもそも知的な面白さっていうのと、まあ、世界で誰もやっていないし、まあ、やろうと思ってる人間もいないと思うんですけど、そういったものをですね、研究室のカルチャーとしてどんどん新しいものをやっていって、どんどん論文で出していこうよ、みたいな、こともあったので、そういった活動そのものが面白かったなっていうふうに思ってますね。なんか本当にちょっとお話を聞くだけでも、他にやったことがない、しかも自分たちが思っていた仮説とちょっと違ったみたいなことがあると、なんかこうすごくなんかこう新しい発見の連続で、なんかすごい面白そうだなというふうに聞いていて思いました。ちなみにその大学時代の研究、まあ、スタンスだったりとか、こう知識だったりっていうのが、こう今の仕事につながっているなだったりとか、つながってはいないけれども、なんかこういう部分がすごく共通しているなみたいなのが、もしあれば教えていただきたいなと思ってます。はい、そうですね。ハードスキルっていう意味ですね。例えば、その、まあ、レーザーとか、超微細な、ものを加工する技術とか、高分子に関する知見みたいな、ハードスキルは、まあ、あまり今の、その、ビジネスコンサルティング、戦略コンサルティングをやるっていう意味で、生きるっていうのはそんなにないんですけれども、研究室のなんていうんですかね、生活の中で培ってきたソフトスキルっていうんですかね、論理的思考だったりだとか、実験を通じた仮説検討とか、様々な学会とか、まあ、ウィークリーでのチームでのミーティングを含めた、まあ、物事を伝える力、まとめる力、あるいはそこから、仮説を構築する力みたいなところは、まさにこの戦略コンサルティングをやるっていうものの、その作業そのもの、あるいは必要なスキルそのものって言ったときにかなり合致してるかなと思っていて、研究室でやってきた、まあ、生活に、まあ、ある種ビジネスっていうフォーカスするポイントは変わっているものの、実はやっていることはまあ、似ているところっていうのもまたまた多いのかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。就職活動時代のことをちょっとね振り返っていただきたいなと思うんですが、就活の軸としてはメーカーとかコンサルとかこうベンチャーを主に見ていたと先ほど の資料の中でありましたけれども、実際にそれだけ研究やってるとそのままこう研究開発職に進むとかこうメーカーさんの研究職に進むっていった方も中にはね結構多くいらっしゃるかなと思うんですが、浜野さんはなぜそういったメーカーコンサル、まあ、ベンチャーそういったちょっとね研究開発職とか少し違うような業界も見られていたというところなんですが、それはなぜでしょうか。はい、結構その就職活動も自分の中でいろいろやっていく結果コンサルティングをやるっていうのが一番自分に向いてるんじゃないかなっていうふうに結論が出たんですけれども、メーカーとかベンチャーとかを見ていた時っていうのは何だったかっていうと、やっぱりその研究室に閉じこもって、何かを研究開発するっていう、それはそれでやってきたんですけれども、やっぱりもう自分がその仕事にしていくって言った時に、これがいつ社会に還元されるものになるのかなとか、その自分が担当できるパートっていうのが、ごく一部というよりかは、やっぱり自分が主導したいとか、っていうような思いがどんどん強くなっていったので、まあ、就職活動の中でですね、メーカーの研究職ももちろん見ていたんですけれども、よりそのビジネスとか経営っていう観点で、あくまで研究開発っていったものは、世にその、まあ、なんて言うんだろうな、こう価値を、まあ、還元する上での一つの要素かなっていうような目線をより持っていってですね、持っていったっていうことが、その研究開発職っていったところの興味から、どんどんそのコンサルティングに移っていったっていったところを、まあ簡単に説明するとそんな感じだったかなと思います。なるほど。ご自身のどんな強みが、コンサル職にもしかして向いてるかもって思ったきっかけだったんでしょうか。そうですね。自分自身が研究を通じて、培ってきた先ほどのソフトスキルですね。それについては、まさにコンサルタントに求められるって言ったところと、かなり合致してるなっていうのを、まず肌感覚として得たっていうのは大きかったと思います。これは、私、NRI のインターンにも参加して、いるんですけれども、そういった中で、実際にそのコンサルティングのワークとか、社員に触れる機会っていった中で、まあ、そういった自分の
培ってきたものっていうのが、あ、生きるなと言ったら手応えを得たっていうのも一つありましたし、まあそういった経験からですね、仕事の中でも、まあ最先端の技術的なテーマだったりだとか、経営トピックだったりだとか、様々いろんなものを扱うっていったところが、自分の好奇心とか、新しいチャレンジをやっていくっていうような、そういったその自分の中の熱意みたいなものとも、これはまた一致するなっていったところもあったので、まあそのあたりが、今のにつながっているかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。ゆとうさんにもお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、大学時代の研究、こうどんなことが楽しくて、何をこう中心にメインで大学生活やられていたというところを教えていただけますか。ありがとうございます。私の研究についてはですね、水の再利用みたいな研究をしていました。皆さんこう家庭で使った水をですね、ある程度こう下水処理場できれいにされて海に流されているんですけれども、まあ、それをこうより紫外線だとか膜処理をした上でさらにきれいにしてですね、もう一度使えるようにしようというような研究に関わっていました。で、じゃあ実際そういった水で作られた、例えば野菜、農業の、農業用水が不足している地域でその再生数を利用できないかっていう現象があったんですけれども、そんな水で作った野菜って売れるのかという問題がありまして、そういったテーマで実際消費者の方々がどう思うのか、どういったことを伝えれば理解してもらえるのか、そんな研究に関わっておりました。で、私自身がこう何をこう楽しいなと思っていたのかで言いますと、やっぱりこう最先端の領域ですし、新しいものですと、でそういったじゃあ検証した上で消費者の方がどう思うのかっていう結果もわからない、そういった未知の領域に挑戦するっていうのがこう好奇心が作られるなっていうところもありましたし、取り組み自体も社会的な意義があるっていうふうに考えていましたので、そういった意味でも自分自身のモチベーションも高かったなというような研究に関わっておりました。なるほど、ありがとうございます。研究の成果だけじゃなくって、その消費者がどういうふうにこう受け取ってもらえるのかっていうところまでゼミというか研究室の中でなんかこう調べたりとか、こうヒアリングしたりとかっていうこともされていたんですか。はい、おっしゃる通りです。もちろんその水のこの実証プラントでその再生数が問題なく作られているのかっていう実証実験もあるんですけれども、じゃあ並行してですね、じゃあ実際野菜について大きな影響がないかというような栽培試験もそうですし、プラスアルファそういったこう野菜を実際に直売所で売ってみてですね、反応を生で見る、実際そこはもう足を動かしてっていうところもありましたので、本当にこう幅広い活動をしたなというような形になっています。なるほど。テーマは異なりますけど、その社会課題を解決するっていうことだったりとか、あとはこう実際にこうユーザーの人、自分たちがこう研究したものがこうユーザーの人にどういうふうに受け入れられるのかっていうところまでこう伴走するっていったところって、すごくコンサルティングの仕事ともなんかこう近しいようなところなんじゃないかなと聞いていて思ったんですが、そこら辺はいかがでしょうか、ゆとうさん。はい、まさにおっしゃる通りですね。本当にこう、じゃあ水は作れるし、検証結果も大丈夫だけど、じゃあ実際ビジネスとして売り出した時に、お客さんの反応がどうなるのかっていうところまで見ないとですね、いいものが、いい技術があったとしても、高い、なんて言うんでしょう、こう初期費用がかかるだけで終わってしまう、そんなような形になってしまうのかなというふうに考えています。なので、実際のこうコンサルタントの仕事としても、机上で終わらずに、ビジネスとしてちゃんと成り立つのかっていうところを検証するっていう活動もありますし、実際そこは先ほどのように足を動かす、実際のお客さんの反応を見るみたいな活動もフェーズによっては出てくるっていうところがありますので、本当に近しいことをしていたな、まあ、そこがこう私がこうコンサルタントという職にこう興味を持ったきっかけの一つでもあるんですけれども、はい、そういったところがあるかなというふうに思っております。確かにどんなにいい技術だったりとか、どんなにいいプロダクトができたとしても、こう実際に使ってもらうとか、実際に本当にこれによって社会課題が解決されるんだっていうことが、こう実績としてなんか表せないと、なんかこうせっかく、なんでしょう、宝の持ち腐れになってしまうというか、なんかその技術がやっぱりより社会に浸透していくためにはどうしたらいいのかって考えるっていうところも、非常になんかこう聞いていて面白い仕事だなというふうに思いました。ちなみに先ほどね、こう NRI をこう検討されるきっかけになった、まあ、コンサルティング職の興味を持ったきっかけになったというお話ありましたけども、まあ、さまざま、まあ、コンサルティングファームといってもいろいろある中で、こう中でも NRI に最終的に意思決定した一番の理由、どんなところでしょうか、ゆとうさん。
そうですね、いくつか挙げた中で一番っていうところで言いますと、先生やっぱりこう社風だとか人っていうところが大きいなと思っています。もうちょっとありきたりなことを回答にはなってしまうんですけれども、私自身こう大事にしていたところについては、やっぱりこう就職活動するからにはこう長く働き続けられるところがいいなと思っていましたし、でコンサルタントとして何かこう社会に関わっていくときに、まあ、短期的な活動だけではなくて中長期的な活動も必要になるんじゃないかなと考えていたので、何長く働き続けられそうかっていうのは重要視していました。なのでそういった意味で社風だとか、まあ、人がこう自分と合いそうかどうか、はたまた面接官が自分の上司でいいかどうかみたいなところについてもこう考えながら就職活動していて、なので最後の決め手にもやっぱりそこが大きかったかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。ちょっと企業風土だったりとか、こう社内のこうカルチャーみたいなところに関しては後ほど詳しくお伺いしたいなと思うんですけども、浜野さん、一般的にはこう理系の学生にとってはこう自分自身の大学時代の専攻が結構その職業選びに大きく影響してくるかなというふうに思いつつ、実際の影響度ってどれぐらいあるものなんでしょうか？そうですね、やはりまあ大きいとは思いますよね。私も大学時代、応用物理の研究科って同じ研究科に40名いましたけれども、まあ、うち38名は学校推薦というものを使ってメーカーの研究職に行ってですね、私とも1名が、まあ、いわゆる理系開発職じゃない職業を選んだりしてました。それはやっぱり研究開発職が好きだ、そういう、もう、そういった業務を、自分が社会人として伝え、なんか、やっていきたいっていう人が、まあ、割かし周りには多かったんだろうな、っていうのもありますし、結構盲目的に決めているっていったところも多かったんじゃないかなと思います。本来は、私がそのインターン等で感じたように、実はその経営とか課題っていうものに対して興味がない人材って知ればですね、結構興味湧く人もいますし、実際にインターンとかですね、業務やってみると、その研究室で培ってきたソフトスキルっていうのが結構マッチするっていうのは、これやってみれば感じることも多いんじゃないかなと思っているので、研究の、まあ、ところが、まあ、影響としてですね、就職活動に大きく影響しているっていうのは、実際私の周りもそうだったかなと思うんですけど、まあ、盲目的に逆にこう自分は研究開発職っていったところ以外見てないっていう、そういった動機も多かったなっていうのは、なんか昔思い出すと感じたりしますね。なるほど、なるほど。じゃあ実際にやっぱりこうサマーインターンシップだったりとか、まあこういったこう企業説明の場で一応そのいろんな業界を見てみて、まあそれでもやっぱり研究開発職なのか、それともこういう経営課題と自分の研究を絡めてみるのすごい面白いかもってなって、もしかしたらその自分自身の意向が変わる可能性もあるので、やっぱりこう今のうちからこう企業の選択肢を広げていくっていうところは非常に重要になってくるかなっていうふうに聞いていて思いました。ちなみにその企業 NRI さんとしてはこう学生の専攻分野だったりとか研究内容というのはどのくらい重視されますか、浜野さん。そうですね。重視っていう意味で言うと、あまりそのハードスキル面は、本当に見ないですね。まあ、仮にその経営学を学んでいるので、コンサルタントになれるかっていうと、まあ、やはり学問をするっていうのと、実際の職業でやるっていったところは、これはまた違いますし、知識として、やはり身につけなきゃいけないものっていうものは、数多くあるんですけれども、経営、学で学ぶようなものも、どちらかというとワンオブの一つかなと。お客様の技術だったりとか、組織を知ることも重要になりますし、それだけではなくて、まあ、例えば、海外の調査もしたりとかってこともしますので、英語だってできる必要があったりしますし、そう言い始めると、実は、その大学の学問っていったものの一本突破で、やはりその戦略コンサルティングってできるものではないなと。なので、結果として、それを武器にしていただくのももちろんいいですし、だからといって、我々がその採用の段階でですね、そこをすごくそのハードルを高めて、その部分を見ていくというよりかは、どちらかというと私自身もそうだったように、あまりそのハードスキルとか、専攻といったものよりかは、まあ、コンサルタントに向いているかとか、やりたいことができるのかとか、NRI を楽しんで、NRI の中で楽しんで働けるか、みたいなところをやっぱりその学生さんとの、まあ会話の中では見ていったりすることの方が常ですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。今ちょっと聞いただけでも本当にこうケアコンサルタントに携わるには様々なスキルが必要になるんだな。でだからこそこう今あるこう自分自身のスキルだったりとか知識にあぐらをかかないでこうどん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 いろんなことをこうインプットしていく必要があるなというふうに感じました。ではですね、ここからは企業文化だったりとかこう社内のカルチャー研修制度といったところに、軸足を置いてですねお話をお伺いしていきたいなと思うんですけども、先ほど優藤さんまあ、最終的なこう決め手きっかけとしてはまあ企業文化だったというお話ありました。実際にこう企業にいらっしゃる方ってこうどんな方が多い、まあ、一言でね言うの難しいかもしれないんですけど、こんな方が多いよというのをぜひ教えていただければと思います。はい、そうですね、まあ、ちょっといろんな人がいる中には、はい、なるんですけれども、どうでしょう、まあ、いくつかある中でも、まあ、共通しているのはなんだろう、やっぱりこう社会に対するこう思いはこうそれぞれが持っていてですね、その分野にこう興味関心を持って、あるいはこう思いを持って取り組んでいる、そんなような人は多いかなというふうに思っています。で、まあ、そこは根源にもなってきているなと思いますし、私もこうなりたいなと憧れた部分ではあるんですけれども、まあ、そこが共通していますね。まあ、ちょっと OJT というか、まあ、仕事面で言えばそんなところかなと思うんですけれども、あとは本当に、空気感で言うとフラットな方は多いなというふうに思っています。なんて言うんでしょう、部長だからこう喋りかけづらいだとかそんなこともないですし、もう本当にそこはこう対等に話しやすい環境が整っているので、そこもですね私的にはこう魅力だったところの一つかなと、はい、思っております。なるほど、ありがとうございます。実際に、会社説明の最後の方でこう MBA で実際に留学された方がいらっしゃるだったりとか、あとそうですね、浜野さんご自身もこう海外にこうトレーニーとして行かれたというお話ありました。もちろんね、理系文系というふうにパッキリ分かれているわけじゃないんですけれども、こう研究に携わってきた学生さんがより成長していく、こうキャリアアップしていくために、特にこの制度はすごく役に立ったなだったりとか、こういう皆さん皆さんにとっては非常にいい機会になるんではなかろうかといったこう社内研修制度だったりとか、こう社内カルチャーというのはどんなものがありますでしょうか。浜野さん、お伺いしてもよろしいですか。はい、まあ、実はですね、コンサルティング本部、割とその、研修っていうものは自由度が高くてですね、いわゆるそのオフ JT って言われるような、例えばその本当にコンサルティングに必要になるような基礎的な話から専門的な話、例えばインタビュー研修とか、データ分析研修とかっていったような基礎的なものから、コーポレートファイナンスとか事業戦略とか、戦略の企画書作成とかですね、そういった、まあ、年次が上がって必要になるものまで、年次ごとに、研修っていうのが、設定されていますよっていうのは、まあ、これはお伝えしてもいいかなと思うんですけど、まあ、それはもう本当の基盤みたいな形でですね、実は理系の皆さんがイメージするところからは、もう少し違う、ハードスキルだけじゃないところで言うと、私が利用したように、海外での働いている経験をするようなトレーニー制度があったり、実は江藤がやっていたりもするんですけれども、自分の興味関心に、近しいところを自分がその研修機会として発見してきて、それを会社に対してやらせてください。なので、制度化されていないものを自分で、興味関心、あるいはそのタイミングに合わせて会社に申請して、進めていくっていったことも可能だったりするので、制度的に整っているものだけではなくて、実は型にはまらない、自分の意思っていったものを研修の形で実現するっていうことも可能だったりするっていうのも、弊社の特徴の一つあるかなと思いますね。なるほど。優藤さんご自身は どんなことを提案してやられているんですか。自分自身のこう研究というか、こう興味があるところというのは。はい、そうですね、私は浜野と違ってグローバル志向ではないもので、どちらかというと日本のこのローカルだとか地方の産業振興に関心があるんですけれども、関連してですね、その、まあ、じゃあ 地方 の地域のプレイヤーとタッグを組みながら課題解決 のアイデアをこう考える、事業のアイデアを考えるような研修がありまして、結構トータルではこう1ヶ月ぐらい実際にこう現地に行って、で地元 の企業の皆さんとこうディスカッションをしながら事業アイデアを考えるというような、結構こう足を動かすも の研修だったんですけれども、そういったところに興味があってですね、まあ、実際うちの会社の中で話すだけではなく
って地域のプレイヤーの方と話すっていうところが実際ものにするためには大事なんじゃないかなと思っていたので、まあ、興味があって手を挙げて参加させてもらったっていうような機会がございます。はい、そういった機会もあるところは本当にうちの会社のいい点だったかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。今ちょっと話を聞いただけでも本当にこう様々なこうキャリアパスというか自分自身のこう業務とは別のところでなんかこうご自身のこう興味が赴くままになんかこうさ、まあ、それをサポートしてくれるような環境が本当に揃っているなというふうに思いました。ありがとうございます。ではですね、早速学生の皆さんからこう事前に質問をいただいていますのでお時間の許す限りお答えいただければと思います。現在学部3年なのですが大学院に行こうか迷っています。学士卒と修士卒ではどちらの方が需要が高いのでしょうかというご質問をいただいています。こちらもねちょっと一言で答えるのは難しいかなと思うんですけども、ご自身の経験も踏まえてお伺いできればと思います。では浜野さんお願いいたします。はい、これもですね学士なのか修士なのかっていったところのニーズというよりかは我々としてはやはりコンサルタントとして、まあ、優秀な人材になりそうか今後伸びていきそうかあるいはこうコンサルティングあるいは NRI という会社を通じて社会で何かを成したいとかですねそういったモチベーション高くあるのかといったところを重視しているので、まあ、専攻もそうでしたし、学士なのか修士なのかっていうところも、まあ、そこで何かその加点なのか減点なのか、そういったことは全くしていないってことは、強くお伝えしたいなと思っています。ですので、学生の皆さんからした時にですね、こう、何がしたいのかとか、まあ、そういったところを重要視しながら、研究をもう少し続けたい、あるいは修士論文っていったような、こう、成果を一旦自分でやりきる経験をしてみたいっていうことであれば、ぜひそれは大学に進学っていうのを検討してもいいんじゃないかなと思いますし、やっぱり理系の研究開発職じゃないなとか、あるいはコンサルティングっていう業界にやっぱりこう興味持つなっていう人は、もうぜひ学士の段階であれですね、ぜひ弊社興味持っていただければなと思ってます。なるほど。じゃあ、まあ本当にこう学士だから、修士だからっていう、こう、割り方はせずにですね、こう自分自身の行きたいところっていうところにこう純粋にこうそれ自身でですね、こうキャリアを決めていただきたいというお話ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。それからですね、経済学、経営学などを専攻していなくても大丈夫なのかが知りたいですというご質問いただいています。こちらでは湯藤さんにお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、結論大丈夫ですという形になります。はい、我々のこの若手のうちからこう挑戦させる機会という中で身につけられるスキルだとか経験という中でカバーできるかなと思っていますし、もちろんですね、根底に成長意欲ですとか、まあ、やる気みたいなところは必要になってくるかなと思うんですけれども、まあ、そういった何て言うんでしょう、知識ですとか経験みたいなところはある程度後天的に身につけられる部分も大きいんじゃないかなというふうに思っておりますので、何かこう大学時代にこれを専攻していないから我々としてはこう採用は難しいです、そんなようなことは全くございませんので、はい、今時点のものだけではなくて将来どうなりたいかっていうところも皆さんの中でぜひ大事にしながら考えていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。あとはですね、こういくつかこうご自身の今やっている、まあ、専門の、まあ、テーマ、専攻テーマ、まあ、機械系だったりとか工学研究科の科学系の院生の方だったりとかでこう材料の研究をしている方、まあ、こういった方がですねバックグラウンドを生かすことはできるでしょうかというご質問をいただいているんですけれども、先ほど会社説明の中でこうこんだけこれだけプロジェクトの案件があるんだよっていうスライドを1枚見せていただいたかなと思うんですが、材料の研究をされている方、あとは機械系の専門の方、それぞれこう専門性をこう生かせる職種とか業務はありますでしょうか。ぜひ教えてください。はい、じゃあこれ私の方から答えたいなと思いますけれども、私先ほどハードスキルはあまりこう私自身は仕事の中で行きませんでしたっていうお話はしたんですけれども、今のようなその科学とかですね、素材とかっていったところが実はハードスキルの面でも生きるケースっていうのは実はあります。これ何かっていうと、お客様が化学メーカーだったりだとか
まあ、今であれば自動車であってもですね、電気自動車か EV 化っていう中で言うと、すごい電池っていうキーコンポーネントのあり方っていったところは、やはりホットでして、そういったものにまつわる、戦略、事業戦略だったりとか、M&A を含めたアライアンスとかですね、まあ、そういったテーマは、やはり今ホットになっていてですね、まあ、そこまで行くと、実はその電池にもいろいろ種類があったりとか、電池の、まあ、様々な競争力を決める要因っていうのは、やはりその学問の領域まで知っておくと、かなりお客様との対話が非常にスムーズになるとかっていうのはあったり、素材も同様ですね。よりその金属を先行していたけれども、より軽量だったりだとか、より脱炭素につながるような、よりエコな金属って何だろうみたいなものを金属会社さんが探していたりとか、それを実現するための案件っていったものも、案件支援っていったものも、やはり多いんですよね。となると、やっていなかったから人間は、それを一から勉強したりとか、ね、勉強してもなかなかこうお話、まあお客様との話でこううまく伝えられないというのがあるんですけれども、そういったものを専攻していた方々がですね、そういった案件の中で専門的な知見からもアドバンテージを持つシーンっていうのは実は少なからずあったりもするので、話繰り返しになってしまうんですけれども、私自身はあまりハードスキル、自分がレーザーを使ったりとかですね、微細加工、これはあまりこうテーマとして上がってくることは少なかったんですけれども、化学とか金属、素材、こういったものは実は案件の中で接点持つケースっていうのは少なくないなっていうのは言われてみるとなんか今思ったりしましたね。はい。なるほど、ありがとうございます。確かにそのお客様がそういったメーカーさんですと、やっぱりこう学生時代にそういうことを専門にやっていたメンバーの方が、あ、じゃあ君お願いしますだったりとか、ちょっとプロジェクトにアサインしてくれっていう、そういう機会ってね、なんかこうありそうに感じますので、なんかこうぜひご質問いただいた学生の方は、まあ、そういったところも含めてですね、サマーインターンシップなどに参加してみて、こう自分自身の専攻が行きそうかどうかっていうところも測っていただければなというふうに思います。まだまだちょっとお話を聞いていきたいところではあるんですが、あっという間に終わりのお時間が近づいてまいりました。最後にですね、学生の皆様へ向けてメッセージをお願いできればと思います。まずはじゃあ優等さんからお願いいたします。はい、本日はですね、皆さん夜のお時間の中ご視聴くださりありがとうございました。はい、本当にちょっと研究との両立ですとか、これからのキャリア、いろいろこう悩まれる部分もあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、どちらもこう大事だなと思っておりますので、研究っていう活動もこう大事にしながら、就職活動もこれからの皆さんのこの経験っていうところを決めるところになっておりますので、ぜひですね、可能な範囲でこういろんな会社さん見ていただければと思いますし、その中の一つにですね、まず聞いた中で我々のコンサルティングというお仕事、あるいは弊社っていうところに興味を持ってもらえると嬉しいなと思います。またいろいろお伝えしたいところはありますが、ぜひですね、インターンシップ可能な範囲でぜひぜひご応募いただけると嬉しいなというふうに思います。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に浜野さん、お願いいたします。はい、私からもですね、本日はこうイベントに参加いただいてありがとうございました。理系の方が多いってことだと思うので、事業のみならずですね、自分自身の研究っていったところも忙しい中の時間を割いてくれたのかなと思っているので、非常に嬉しいです。で、私からのメッセージとしては、やはりその就職活動、自分自身が、今後の、まあ、長い人生の中で、仕事ってすごく大きな割合を割くと思うんですけれども、ぜひそれを盲目的に決めつけるのでなく、まあ、皆さんの可能性っていったものを最大こう、見ていく、そういった就職活動にしていただいた方がいいんじゃないかなと思ってます。やはりですね、私自身も研究室の生活長かったですけれども、やはり周りはですね、メーカーの研究職になるから就職活動なんてあまりしないといったものがほぼ大部分だったんですけれども、私自身は様々な企業、様々なことをお話しする中で、より自分の適性だったりやりたいことっていうのは、その研究室、ラボの外にあったなっていうふうに感じるところはあるんですよね。ですので、それは一つの、それが正解でもないかもしれないですけれども、私にとっては正解になったかなと思っているので、ぜひ、学生の皆さん一人一人が、自分の、正解を見つける就職活動になればいいなと。で、その中でコンサルティングっていったところがですね、理系の皆さんの、素養にかなりマッチしている部分っていうのもあるのかなと、私自身がそうであるように思っているところはあるので、ぜひ、インターン、あるいは NRI という会社、チェックいただければ嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回は野村総合研究所さんから、浜野さんと湯藤さんにお越しいただきました。お二方ともありがとうございました。ありがとうございました。